今日はですねミャンマーの最新情報ということで、えー、と皆さんにミャンマーの最新の,あの現地の情報をお伝えします。で最後に、ですねえとミャンマーの今後のまあ行方ということに書いてありますけども、まあ、私、まあ、個人的な見解というよりはまあ一般論が多いんですけれども、まあ、あの皆さんのご参考になればということで、付け加えさせていただいています。はい、でまず、私、自己紹介、簡単にいたしますけれども。はい えっと私、あの先ほどご紹,介あのご紹介しましたけれども、現在、ジアシミャンマーの代表をしております、小林と申します。えー、っと私、最初にミャンマーに、えーまあ、参りましたのは2014年、まあほぼまあ、ちょうど10年前ぐらいになりますね。えー、っと私、前職は、まあ、あの通信事業者である KDI というところにおりましたので、えー、っとちょうど2014年がです、ね、ミャンマーの 通信の自由化が行われた年になりまして、えーっとまあ、新規参入のキャリアであるとか、が2社入りました。であと、ですねミャンマーの国営事業者、今でもありますとの、NPT、まあのパートナーを探していたということもあって、まあ、KDDI と住友商事さんの、まあ、合弁会社である KSGM が NPT の,、えーのまあ、パートナーとして選ばれて、 まあジョイントオペレーションという形ですね。まあ、一方はあの国の組織ですので、国の組織とまあ純粋な我々民間企業があのバーチャルな組織を作ってジョイントでオペレーションするというスキームで、えー、とまあ10年間、えー、と今でも続いておりますけれども、えー、事業をしております。私その時にまあ IT を担当しておりまして、まあ、その時に あの弊社ですね、GIC から SES というか、技術派遣で NPT にまあ技術者を派遣していただいていたというまああの経緯もあって、2019年に GIC に移って、政変直後の2021年からえとまあ現地の代表を務めております。本日のまあ内容というかですけど、ま、あ 最初にまあ国内の現在の情勢ですのご説明。続いて、我々 <laughs> まあ市民というか、私も含めて、市民の目線でえどんなような感じに今なっているのかですね。あと、日系企業さんの活動状況。で、4番目にミャンマーへのまあ入国をえ予定されてい,るいらっしゃる方も多いと思いますので、その情報。で、最後に、今後どのようなことが、 まああの言われているかっていうところを、えー、ご説明したいと思っています。はい、はい。でまず国内情勢ですけれども、えっ、ー、とまあこれがあの昨日ですね。えっ、ー、と2020年1月31日、昨日まあ国軍政府はえっ、ー、とまあ2021年の2月でクデターで権力をまあ掌握して。 いるんですけどもまあ、それ以降まあ、非常事態宣言を5回目の延長を発表しました。まあ、昨日ですね。で、えっ、ー、と、まあ。まあ今日で3年目になるんですけども、えっ、ー、とまあ,あの軍政府はですね。えっ、ー、と民,民政移行しますと。とまあ、総選挙をした上で民政移行します。という風うに宣言はしているんですけれども、まあ現在の状況ではですね。 まあ全国で総選挙を、まあ、実施できるような、まあ、正直そういう状態ではないということもあって、はいえっとまあ、今回、非常事態宣言がまあ延長されたということもあってです、ね、まあ、あのミャンマーの憲法上もです、ねまあ、来あの総選挙が行われるのは来年の2025年の2月以降ということになります。でですので、えっとまあ 総選挙を実施するということも含めて、まだまだ現状が続いてしまう可能性が高くなっているということだと思います。で、去年の2月ですね、1年前に、えーま、戒厳令が出されている地域が、ま、拡大されています。で、ま、ヤンゴもですね、えーとま、ここにちょっと図を出しましたけども、えーとま、もう6つの軍区でま,まだ戒厳令が続いている。 という状況であります、まあ、あのここを見ていただきますと、まあ、ラインタイヤーというところで、シューピター、ノース、ダンゴン、サウス、ダンゴン、ダンゴン、カっという、まあこのえっと我々のオフィスはこの辺りにあるんですけども、まあ、この中心部分を、とダウンタウンを除いて、まあ、西側と東側はまだ開厳令が続いているというような状況です。 でまあ、去年の後半になって、ですねちょっと状況も変わってきていまして、まあ、このあたりはあの日本でものニュースでも、まあ、報道されています。まあ、10.27って、まあ、国内では呼ばれていますけれども、まあ、少数民族、少数武装民あ組織ですが、ね、まあ、一斉放棄して、えーとまあ、1月になって国軍がまあその交換自治区というところでま降伏したと。 いうようよなああのまあ、国軍にとっては衝撃的な事件が、まあ、起きていますと、まあ、ここはですね中国の仲介でまあ停戦合意に陥ったという発表はなされたものの実際にはまあ戦闘が継続しているというふうに報道されています。 で、まあ、これに続いて、まあ、ミャンマー西部にも、視、まあ、線状が写っているという報道もありますが、われわれ自身はそういう地域には入り込むことができないので、まあ、ニュースでする、えー、知ることができる、えー、ということだけですで。さらにですね、1月中旬以降、まあ、これまであのシャンシュの南部というところは、えー、タウンジーであったりとかニャンシュエという、まあ、インデコのあたりで、まあ、カロもあってですね、あの観光地。 でえー、と比較的安全と言われてたんですけども、まあ、こ,のこの周辺でもまっ、あ、た戦闘も始まっているという報道もあって、まあ、大使館からは、まあ、渡航を控えるようにという、えー、と連絡が今週になって出てきています。まあ、このような状況で、まあ、あの都市部は、えー、と平穏を取り戻しているものの、まあ、各地、地方部ではですね戦闘、えーまあ、が長期化している。 というのもミャンマーの実際の姿ではありますと。都市部は、私、今、ヤンゴーによりますし、まあ我々のブランチがマンダレーにもありますので、こういう都市部は、ですね、平穏を取り戻して、緊張感も以前のほどないというのは正直なところです。ただ、水面下では、ですね、やっぱり市民と国運の感情を含めた対立の膠着状態というのは継続している。 と思いますで今日はですね、まあ、2月1日ということであって、まあ、あの通常のデモをしてしまうとすぐにですね、まあ、逮捕拘束されてしまうのであのサイレントデモというのがまあ呼びかけられていました、まあ、サイレ去年もあったんですけども、まあ、サイレントデモというのがですねあのまあ軍にまあ反対するというのをこう示すために、えー、今日の午前10時からま午後 3時までですかね、まあ、外出はしないで、まあ、こう静かにしているということで、まあ、意思を示すということなんですけれども、まあ、去年は本当に誰も出てこないという雰囲気だったんですが、まあ、今年はですは、ね、交通量、かなり減ってはいますけれども、まあ、あの去年ほどの、なんだろうな、えー、とこう徹底した感じはなくて、まあ、そういうところも含めて少しあの、まあ、市民感情も変わってきている。 まあ現状を受け入れて、えー、やむを得ないというふうに感じている市民の方も増えてきているのかなという印象を持っています。はいでまあ、ここが、えー、と昨年出された、えー、と減レカーのところなんですけども、えーまあ、あのこ,こ,ここら辺ですね、まあ、ヤンゴンからネピド、マンダレー、まあ、この中間地点というのは、 あのまあ、部族、あのまあ、ビルマ族というか、まあ、ビルマあのミャンマーのメインの、えー、と民族の人が住んでいるところで、このあたりはあの落ち着いているんですが、やっぱり周辺部がですねやっぱり少数民族の独立運動をずっとしてきた、えー、と民族、武装勢力とまあ国軍の対立というのが、まあ、今、続いていて、先ほどお話しした、えっ、ー、と、 まあ国軍がままああの、えーとまあの降伏してしまったという地域は、このシャン州の北の方なんですけれども、まあ最近になって、このシャン州の下の方南の方でも少しそういう動きが出たということで、ままああの、えーまあ、大使館からも知位例が出ていますと。ただ、まあ我々が住んでいるのヤンゴーやマンダレというところでは、そういうような、えー、気配はまあほとんどないので、まあ我々私、 も含めた、まあ、外国人の人は、まあ、特に危険が及ぶというような状況ではありません。あはい。で国内情勢ですけれども、えー、まあそういうようなまあ3年にわたって内戦がまあ続いているということで、うん、えっとミャンマー内のですね国内の避難民の方という人数がまあ増えてきているということで、まあ 国連の難民高等弁務官事務所の発表によると、まあ、約200万人いらっしゃるという状況ですと。であと、やはり、えーと、かなり経済も落ち込んでしまっているので、まあ、アジア開発銀行の、まあまあ、予測なので、えー、ちょっと正確な数字というのは分かっていませんけれども、 いわゆる貧困率ですね、これはあの相対貧困率ではなくて、絶対貧困率と言われているもので、まあ、1日1.17ドル以下で暮らす人の割合で定義されているそうなんですが、まあ、これがえ、まあ、こんこん今年ですね、今年はまあ46%ぐらいになるんじゃないかというふうに予測されていて、まあ、あの正直、国民の3人に1人ですね、 は何か支援が必要な状態だといいううふうに言われています、まあ、このあたりもわれわれ都市部に住んでるとほとんど感じないんですけれどもやはり周辺部地方部というのはこういう状況現状なんだと思いますあと世界銀行がですねあのミャンマーの経済成長率を、えー、とまあ予測していまして、まあ今年はですね、まあ、経済成長率がまあ1%にとどまるというふうに言われています で経済規模自体はク、えーデター前の19年、2019年から、ま、10%以上縮小しているということで、まあま、日本も含めておそらく東南アジアはです、ね、新型コロナウイルス前の水準までは戻してきていると思うんですけども、まあ、東南アジアで唯一まだ戻っていないというふうにも言われています。まあ、あの年もです、ねまああの2 の成長ということで、まああのまあ、少ないですけども今年よりはまあ良くなってはいるもののまだまだえと難しい状況にはなっています。ではい、あとですね、あのチャッまあ、クーデターのあとあとでもちょっとお話出てきますけれども、えー、現地通貨のチャットというのは経済制裁等を設けて、まあ、急落していまして。 まあそれを受けた形で、まあ、輸入品を中心に、まあ、物価が上がってきています。で、えーとまあ、こ,れこれもですね、あの統計ですけれども、っ、えー、と、まあ、今年去年になります、今年6月までですね、その,その1年前の、えー、と前,前年、えーと、22年。 の6月から23年の6月までだと思いますけども、まあ、消費者物価数指数がまあ3割ぐらい程度上昇したというふうに統計上は出ています。で、まあ、これも受けて、まあ、10月になってですね、えーっとまあ、最低賃金が、まあ、5年ぶりに引き上げられたんですけども、えー、それでも今ですね、日額の5800円。 5800チャットということで、今大体1円があの市場レートで22、3円ですので、まあえーとまあ、300円もいかないというレベルです。ですので、えーとまああのー、なかなか、えーまあ、最低賃金レベルで仕事をされている方は厳しい状況だと思います。でもう1つその深刻なのはです、ね、電力不足です。で まあこれもですね、えー、正確な数字は見えてはいないものの、えーとまあ、報道等によりますと、まあ、電力需要がですね、えー、6700メガワットあるのに対して、現在記憶されているのは、まあ、2000メガワット程度と言われていまして、まあ、かなり、えーとまあ、電力不足は深刻になっています。でヤン,ゴンは、 私のいるヤンゴンはです、ね、比較的、まあ、停電は少ないと言われているものの、それでも、まあ、あの1日4時間から8時間の間ですね、計画停電があのされていまして、まあ、これはあの、えー、以前ですと、えー、と雨季には、えー、停電が、えー、なくなることが多かったんですけあど、まあ今年度は雨季でも4時間停電というのがずっと続いていました。まあ、都市部ヤンゴンゴは えーまあ、このような状況ですけど、マンデレーはこれよりも停電実は多いですし、まあ、それ以外の地方部というのは、えー、とかなり、えー、電力、電気が来ない時間がまあ長いというのは現地としてあります。で一方、為、え、替、ーまあ、レートがですね、えーとまあ、市場のレートと、まあ、中央銀行が指定している参照、まあ、レートというのがあるんですけれども、 えーまあ、それの返りがどんどん進んだんですが、えーとまあ、12月になって、ですね、えーとまあ、この外貨取引のカースレートの設定の廃止というのも、まあ、発表されました。で今はですね、えーとまあ、銀行ごとに、えー、とこの参照レート以外の市場レートでの、まあ、取引は可能になっているようです。まあえー、と以前はですね銀行で両替をするとです、ね、えー、と市場レートとは え違う、まあ、あの中央銀行のレートでしか両替してくれなかったんですけども、今、銀行でもですねあの市場レートまではいけないんですけども、その中間ぐらい、えー、と今、市場レートが3400チャットドルあたりですね。で、えっ、ー、と、参レートが2100なんですけども、まあ、3000ぐらいですかね。3000ぐらいで現金は銀行でも両替してくれるようになりました。ただ、あの、 まあとでまたもう一回、ちょっと別の話で出てきますけども、まあ、例えば日本から送金する場合の、まあ、レートというのは、えー、まだ、えー、と残念ながらですね、2100で適用されてしまいますので、まあ、あの現金を両替する場合と、まあ、銀行送金で両替、えーまあ、する場合ではかなり差が開いたままではあります。 あと,、えー、と、海外就労希望者ですね。まあ、この国の状況を、まあ、憂いてというか、えーとまあ、海外に出て働きたいという人が急増しております。まあ、それに伴って、まあ、パスポートとですねで、ミャンマーの場合はですね、あのパスポート以外に、まあ、海外で働くことの許可証というのを取ることが必要になっています。でこれで特にパスポートはですね、あの事前に まあ予約してから、えー、と予約でそのトークンって言ってますか、まあ、予約日を取ってからですね、えー、と申請に行くんですけども、その予約が、です予約してからその実際に申請できるまでの期間っていうのが、ね、まあ、半年ぐらいかかっていることが多いそうですと。でただ、皆さんこう、えー、とそれを、えー、と待つ。 待てないという人も多くてですね、まあ、あの仲介業者等にですね、まあ、通常の価格よりもたくあの2、3倍の金額を払って、まあ、短縮して取るという人も、まあ、多いという話は聞いています。<laughs> で今ですね、あと、まあ、海外の就労先として日本の人気がですね、えーまあ、急上昇しているといったらおかしいですけども、えー、かなり えと日本へ行ききたいといいとう人が増えてきていますで。それに伴ってですね、あの特に若年層を中心に日本語学習者が急増しておりまして、えー、そ,その受け皿としての日本語学校もですね、まあ、ここ半年1、1年から半年ぐらいですかね、もうかなり増えています。まあ、我々ですね、あのー、今、例、えーまあ、団という。 とこの近くにオフィスがあるんですけども、まあ、私がのいるオフィスのからダ断センターというところまでえ歩いていく間にもうですね、えー、日本語学校が10校以上ある。えー、と以前は5校ぐらいしかなかったんですけれども、ここ半年ぐらいで倍増しているような、そういう印象があります。でまあ、それに伴って、まあ、日本語検定試験を受ける人も、まあ、増加していまして、 えーまあ、今年度ですね、2023年の7月と12月、えー、と年に2回、えー、試験があるんですけれども、まあ、その受験者数がですね、まあ、合計20万人になったというニュースも出ていました。で、まあ、これはですね、海外で、えー、受ける方の国別受験者数では1位ということで、えっ、ー、とまあ、あのー、 このあたり、JETRO さんや JICA さんに聞いてみると、ですねあの20万人というのはあの希望者はもっともっと多いと、でえー、ただあの、いわゆる試験をできるキャパシティですか試験,試験上の確保ができるのは2万、あの1回に10万が上限なので、まあ、それ以上は受け付けられないということというふうには聞いています。で、まあ、あの我々あの社員もですね、 まあ、毎回受験してるんですけども、まあ、インターネットで予約をする、申し込むんですけども、まあ、中にはやっぱりインターネットで予約できなかったので受けられないという人も、まあ、あのいます。なので、かなり今、日本語、えー、学習熱というのが高まっていますし、えーまあ、これは新聞、現地の新聞で見ましたけども、なんか日本語を勉強していることがブームになっている。まあ、なんかちょっと えと日本語勉強してるのがおしゃれみたいな、なんかそういう人も、そういうなんかそういう雰囲気も出ているというふうには聞いています。はい、で、まあ、あの先ほど日本,日本に行く人が増えてるということを申し上げましたけれども、まあ、これ、数字の上でも出てまして、まあ、あの去年の2023年6月の数字ですけれども、まあ、在日のミャンマー人の方の数は、まあ、7万人。 ということで、まあ、もう国別では第8位になっています。で、これはですね、2022年の1年間で、まあ、2万4000人増えたということで、2022年の、ね、確か11位とか12位だったそうなので、えーまあ、この、まあ、まあペースで増えますとまあの、また、あ、今後も増加していくだろうと思います。で、まあ、あと留学される方も増えているということで、まあ、あ留学生の数は、まあ 3800人で、これもまあ第8位というような数字になっています。まあ、海外に出る人がまあ増えているということもあって、はい、すみません、ちょっと行きますね。海外で住居する人に、ね、外貨でし取得した給与を課税するという、まあ、方針も発表されています。これはあの、<laughs> まあ、やあの現在、えーとまあ、外貨不足が深刻になっていますので、まあ、国、国外で働いている人からも税金を取るというようなことを、まあ、今の軍政府はやろうとしていると。まあ、これを納めないと、まあ、海外でパスポートを更新させませんよみたいな、そういうこともまあ言っているようですし、まあ、あのここには書いていませんけども、えーとまあ、あの外国外で稼いだ。 給与の25%は国内に送金しなさいみたいな通達も出たりとかしてですね、まあ、ど,こど,どこまで把握して実行されているかは別として、まあ、そういうような形で海外に出る人から、まあ、あの税収あるいはあの、まあ、為替に採掘、採掘ですかね、を得ようというようなそういう政策を、まあ、打ち出しているという現状です。でコロナに関しては、まああの、ほぼ落ち着いてきています。 が、どうもですね、ちょっと若干12月から増加しているようですが、変異株というのも発見されているようですが、ほぼもうマスクとかしている人もいませんし、現時点ではコロナを意識するということは現地ではございません。あとはですね。 まあ市民生活ということで、まあ、市民、我々目線で見ると、どのような感じになっているかということですが、<laughs> まあまあ、私、ヤンゴンに、まあ、今住んでいて、まあ、あの時々マンダレーのブランチに行くんですけども、まあ、ヤンゴンではですね、だしあのまあまあ私、現地の肌感覚では、まあ、コロナ前の以前までまあほぼ戻ったのかなと思っいう感じています。 でまあ、ヤンゴン、あのまだ戒厳令が出ているところも多く、えー、夜間外出禁止っていうのは続いずっと続いているんですけども、まあ、あの去年の11月からですねあの、まあ、その時間もかなり短縮されてまして、今、午前1時から3時までになりました。まあ、以前は例えば、えー、と10時から4時までとかですね、8時からとかですね、そういう、えー、外出禁止が。あの クーデター直後からあったんですけども、今は短縮されて、まあ,あの午前1時から3時までの2時間になっています。あの、もう一つ目,目につくのはですね。まあ、中間層や富裕層、多分ターゲットにしたと思われるような割と高級なレストランの回転が増加しています。で、まあ、あのー、そういうような人気のレストランはですね。もう週末はまあ満員で予約が必要なほどの。 人気なレストランというのもふ多くありまして、まあ、そこの中ではもう若者たちを中心にでで、ね、かなり盛り上がっているので、まあ、あのちょっと地方部とこういう都市部でのまあギャップ、あとは貧富の差というのがまあ出てきているんだろうというふうにはかなりあのこう感じることが多いです。であと、まあ ま去年からですけども、まあ、シグ型コロナやクーデターで、まあ、中断してた、以前からあった大型ビルの建設とかですね、道路工事ですね、まあ、例えばヤンゴンと,、えー、とヤンゴンがこ,うこう橋を渡すようなプロジェクトっていうのが進んでたんですけども、そういうものも再開を始めています。あと、ローカルの方、ローカルビルとかアパートもですね、 今、どんどん新しい建築物が建っていまして、あのまあ、経済的には、経済としては回り出しているのかなとは思います。まあ、これはもう都市部と地方部というのはかなり違うとは思います。あと、チャット安ですねあの経済あの。グーデター後の経済制裁があって、えー、まあドル不足とチャット安というのが進んでまして、まあ、あの結局、 それでまあ、インフレが進んでいます。で特にそのチャットの現大量の現金をまあ、あの持っているよりもまあ、不動産とか金や宝石で、でまあ、ミャンマーの特徴としてですね日本の中古車っていうのは人気がありまして、まあ、そういうものに変えるっていう動きがどんどん進んでいるということでまあ、あのこういうものの価格もかなり上昇してきています。で まあ基本的にあの外国人はミャンマーで不動産は買えないんですけれども、まあ、一部のコンドミニアムでは、まあ、あの部屋を買うことはできますが、えーっとまあ、だいたい今、不動産価格は1年で3割近く上昇しているというふうに聞いていますので、まああのえー、新しいビルやコン,コンドミニアム、どんどんできていてですね、うん まあ、これは誰が買うんだろうっていうふうな価格も、えー、ついていて、ですねあの本当にヤンゴンの便利なところですと、も日本円、関西など1億円ぐらいのこうコンドミニアムもどんどん売り出されていてです、ねまあどどど、どなたが買ってるのかなみたいなあの感じはありますけども、まあ、そういうところにお金が流れ込んでいるということだと思います。 でまあ、先ほど来、チャット安というふうに申し上げましたけれども、まあ、クーデーター前はですねだいたい1ドル1300チャットぐらいだったんですね。でこれがどんどんあの下がってしまいまして、えー、と最初はですね、あのそのいわゆる変動相場のような形で、まあ、銀行もその市場レートもほぼ連動して動いていました。ただこのあまりにも下がるので えー、2021年の8月ぐらいにですね、中央銀行が為替レートを固定しました。で、これが、えー、と最初1800ぐらいで固定して、つ今は2100になってますけれども、えー、これとですね、市場レートというのがどんどん乖離をしてしまいまして、今、大体、えー、最近は、えー、3400チャットですね、ドル当たり。なので、参照レートと言われる2100 21からかなり。 帰り、まあ、してしまって、まあ、現金を持っているとたい、まあ、3400なんですけども、まあ、銀行で送ろうとすると2100になるというそこ、そういう部分も我々、金融活動のまあ障害になっているということです。すみません、今あの、えー、ちょっと暗くなったと思いますけど、ちょうどですね1時に、えー、計画データが始まりまして、あのあ今戻りましたかね。あの今 あの、弊社の中でジェネレーターを回したので、ちょっと電気が戻ってきてましたが、あの、このように、あの、朝の、朝の、えー、9時から1時、1時から5時みたいな形で、あの、まあ、停電が、あの、起こってます。はい。あと、 今年になってですね、まあ、以前からもそういう結構あったんですけども、ガソリンの不足というのがですね顕著になりまして、特に12月はですね、えーとまあえー、ガソリン価格が急上昇したり、です、ね、あとはそのヤンゴンも中心に、まあ、マンダレもそうだったんですけれども、えーと、ガソリンがなかなか買えなくて、ですね、まあ、給油待ちの長い行列を作るという状況が見られています。 もう何時間も待ってやっと入れられたりとか、もう一晩中待っても結局入れられなかったみたいな、そういう状態がしばらく続いていました。で、まあ、去年の中、あの中旬以降ですね、12月中旬以降、一旦平常化したんですけれども、まあ、今、まあ、基本的にですねあのミャンマーって、えーっとまあ、ガソリンを単価で輸入していましてですね、まあえー、っと非常に比べて供給量の が不足っていうのはもう、まあ、状態化しているという状況です。まあ、我々、あの、自社でジェネータ運用していますので、えっ、ー、と、毎日担当者が、まあ、ガソリンを買いに行くんですけれども、まあ、ガソリンが買えなかったり、日があったりとかですね、えっ、ー、と、売ってくれても、普通の半分ぐらいしか売ってくれないみたいなところがまあありまして、まあ、あの、 えっと、まあが、あの、まあ、フロアごとに、あの、ジェネレーターを入れたりするんですけども、まあ、あの、全、全館ジェネレーターが動かせなくて、まあ、半分ぐらいで、まあ、ちょっと場所を移動して、仕事をしたりとかっていう時期も、まあ、しばらくあったりしました。今、あの、大体落ち着いていますが、まあ、これ、この辺がまた、起こらないことを祈っております。はい。はい。で、まあ、これがですね、あの、まあ、さっきで言うと、の、えー、まあ、 あの週末はやはりもうこういう,こう、これはバーベキューバーというところなんですけども、本当に若い人を中心にもうにぎわっておりますし、まあ、これもう数か月前ですけども、こういうようなこう大型のレストランですね、もう高綺麗なレストランですけども、こういうオープンしているところっていうのもまあ増えている。これが、これもヤンゴンの現実です。でこちらが、あの、 えー、消費者物価指数と、えー、インフルエンザの、まあ、数字になります、まあ。先ほどお話ししましたように、まあえーと、去年ですかね、去年やっぱり3割ぐらいのインフルエンということの、まあ、若干落ちてきたんですけども、またあの、まあ、チャットの、えー、相場がこう結構動くので、まあ、それも連動して、まあ、動いてきていると思います。 でこれはちょっとあの若干古い数字ですけども、えー、こあのミャンマーの政変後の、まあえー、品目別の物価上昇率ということで、これ、日経の新聞から出してきたんですね、まあ。特にガソリンとかですね、食用油っていうのはかなり、あと家庭用品ですかね、というのはほぼ、雑貨とかこういうものはほぼタイとかですね、中国からの輸入に頼っていますので、まあ、チャットが安くなると、まあ、ここが上がると。 いうことです、まあ、あと、その現実通貨のまあ急落の状況といえばですけども、まあ、あの先ほど言ったように、空手玉前までこのあたりだったのが、こう落ちてきて、この2028年あたりに、ボーンとこう一旦う落ちたときに、中央銀行がその参書レートを固定してしまって、市場レートと、あ乖離していますと。 で今、2100が参照レートで、大体3400ぐらいが、まあ、市場のレートになっているということです。でガソリンもですね、えーと、私が最初に来た頃っていうのは、宮根に来た頃っていうのは、本当に1 0っとリットル1000チャットしなかったですね。ですけど、今はどん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 、まあ、上がってしまいまして、 えっと、一旦2000円ぐらいまで下がったんですが、今はですね、大体この,あの92とか95っていうのは億単価なんですね。だからこれ、まあ日本でいうとレギュラー、まあオクよりもちょっと低いぐらいなんですけども、今大体このあたりが2600から700ぐらいになってまして、えっ、ー、と、まあかなり上がって、日本で買うのとほぼ変わらないような値段になっていると思います。ただ、あの、 ここまであのガソリンが上がっても、ですね、まああのまあ、車の数は減っていないので、まあ、あの皆さん、あのやはり、えー、苦労しながら、まあ、ガソリンは買うようにしているんだろうとは思います。あと、日系企業の、はい、状況ということで、あのジトロさんが毎年ですね、 あの企業の実態調査っていうのをされています。これはミャンマーだけではなくて、まあ、東南アジア全,あの全体の,、えー、の資料がありますので、まあ、ご興味ある方はそちらの方を見ていただければと思います。で、まあ、でこれの中でヤンあミャンマーについての数字だけ引き抜いてくるとですね、まあ、今こ今年ですね、今年度の営業利益見込みというのを赤字と回答されている方は約半分ですね。だからほとんど、まあ 現正直、今の日経企業さんでは半分ぐらいしか利益が出てないということで、まあ、去年よりも2%ぐらいは増加しているが、という意味は2か20%悪化しているということですけれども、まあ、これは残念ながら ASEAN アアの国の中で一番高い数字と。で、まあ、あの2022年よりもまあ改善したの。 が27横ばい43%、悪化30%ということで、まあ、こ,この数字はそこまで変わかっていませんけれども、まあ、なかなか今さ、まだ苦戦されている企業が多いということです。でえー、と今後の事業展開はどう,どう,どうでしょうかという質問に対してですね、まあ、今後拡大していきますという会社さんが17%、まあ、現状維持が57%、縮小小 が21撤退が5%ということなんですけれども、これ、22年度の数字はですね、拡大が10%だったので、まあ、少しですけども、まあ、日経企業の中では、やっぱり拡大していこうという動きが少し出てきているのかなという印象は受けています。で、まあ、ミャンマーのメリットっていうのは何かっていうとですね、まあ、やっぱりもう人件費の安さが一番に挙げられていて、まあ、あとは市場規模、成長性ですね。 あと、言語コミュニケーションの障害の少なさ、あの、まあ、雇用のしやすさというのが、まあ、4番目に来ています。で、デメリットに関しては、まあ、やはり一番挙げられているのは、まあ、やっぱり政治社会情勢が不安定であるということですね。まあ、あとはその、ま、いろいろ混乱もあるので、政策運営もこう、コロコロ変わったりしますし、あとは、ま、先ほど申し上げたような、為替がですね、やっぱり、えー まあまあ、二重為替になっているのと、まあ、かなり動くというところですね。あと、先ほども申し上げましたように、まあ、電力、特に製造業の方はこの影響は大きいと思いますけれども、まあ、電力インフラの未整備であるということです。まあ、ただ、ですねあの実は対日額は、えー、順調に増えていまして、えーとまあ、この10月は前年度比でちょっと減ってまいますもの。 ものの特にですね医療品の、まあ、いわゆる製,氷製法をミャンマーでやって日本に輸出するという形態の会社さんが今、非常に好調だそうです。で、あのユニクロさん撤退したそうなんですけども、その代わりに自由 GU さんがやってたりとかですね、あのワークマンも。 えー、こちらでやっていますし、ハニーズっていうところ、皆さんご存知かと思いますけども、まあ、そういう大手の方々が、まあ、こちらで製法して日本に入出しているという形態が非常に好調だというふうに聞いています。まあ、ということで、まあ、日系の企業さんの中では、まあ、製法ですね、あと人材ですね、まあ、これはやはりあのミャンマーから日本に行きたいという人がもう急増してますので、えーとまあ、この人材を下す、まあ、特定技能であるとか、 えっと、技能,まあ、技能実装というのは今後、制度が変わっていくと思いますけれども、そういう人材ビジネスのところですね。あとはまあ IT ですね。えー、IT というのはオフィシャーでやっているところあかなりあの出てきていらっしゃいますねここの3分野が好調だと言われています。で特にまあ製法と人材です、ね、人材はですね、まあ、送り出しの機関の方で、まあ、大手を聞きますと、最近は月にまあ1000人近く。 えー、出るときもあるということなので、まあ、大手だけでも、まあ、一社で1年間に1万人とか、そういうレベルで、えー、今はあの人材送り出しが行われているようです。あと、あのじみあのミャンマーにですねあの商工会議所がありまして、まあ、弊社も登録していますけれども、この会員数というのがですね、まあ、大体あの、 えー、ミャンマーに進出してきていらっしゃる企業さんの、まあ、目安になるかなと思います。でコロナ前は420社程度がまあ登録されていまして、まあ、最新の数字を見ますと、366社までは減ってはいます。ただ、大幅に減っているというよりも、やっぱり拠点を維持している、でまあ、あの現状維持、あるいはまあ様子見を見ているという、まあ、会社さんがほとんどなんだと思います。 あとはですね、基本活動の障害になっているのは、先ほど言ったの送金ですね、あとドルの強制両替とか、まあ、電力不足、あと、まあ、輸入業者さんっていうのも、まあ、あると思いますけども、まあ、やっぱり外貨不足というのもあって、ですね今、輸入ライセンスを非常に新規職を制限しているそうです。なので、まあ、こういう輸入ビジネスを現地やろうとしている人はかなり苦労しているというふうに聞いています。 まあ、あ,のあの行政両替というのはですね、ここ書いてありますけども、えーまあ、22年の4月に、まあ、通達が出ていまして、えっ、ー、とまあ、輸出業者輸入代金の、えー、と50%ですね、を肯定レートにチャットに変えなさいみたいな、そういう、えー、ドルあの、手にしたドルはチャットに一部変えろみたいな、強制的に変えさせられたりとかしてい,るいます。ただまあ、あの、 外資系企業はですね、基本的に、あ例えば外,人外国人出資率が35%を超えるようなところは、まあ、対象外になってますので、えーまあ、あの主に、まあ、ローカルを中心にした企業さんがこの提供になりますけども、えーっとまあ、今はですね、今国内での、まあ、ドルの送金というのは実質的にできていないので、いや、ドル取引は、まあ、基本的にあのオフィシャルには禁止されているので、 まあ、我々の強制打艦の対象外にあってもですね、送金されてきたドルを引き出すためには、高帝レートで汚いしなきゃいけないと。そういう、あの、ことはあ変わらずにですね、あの、ここの、その、チャット、その現金で持ってくれば3400なんだけど、送ると2100みたいな、そういう、あの、ところの運営上の、まあ、厳しさっていうのは変わらずにあります。あと、ま、あの、入出国の、 えー、情報ですけれども、今はかなりあの入国しやすくなっています。で、あと、まあ、ビザ取るときにはですねあの、日本の大使館でマルに申請していただく方法と、あのインターネット上で、えー、E ビザというのが取れますので、まあ、これを2通りあります。で、マルチを取らないのであれば、まあ、E ビザがすごく。 まあ今手軽に取れまして、申請してからまあ2日間ぐらいでですね、あのー、ビザを取ることができます。で、ビジネスはシングルだけですけど、まあ 70, 70日間滞在できますし、まあ観光ビザでもまあ28日間滞在できます。 ただしあの、ビジネス時代を取るときには、えーとまあ、ミャンマーの中で、えー、設立してから1年以上経過した会社から、まあ、あのインビテンションレターとかリコメンデーションレターを出してもらう必要があります。あと、入国に必要な書類という意味では、もうワクチン接種証明とかですね、いらなくなりました。ただ、あのここがまだ残っているのはですね、あの えー、コロナウイルスを保証対処にしたあの、えー、旅行保険に入っている必要があります。で、まあ、それかあの、まあ、ミャンマーの国営の保険会社の保険を買う必要があるんですけど、まあ、基本的には皆さん、この今、日本に立つ時に、えー、ときに、まあ、旅行保険あると思いますけれども、まあ、それを入っていただいて申請すれば問題ありません。 あとフライトに関しては、今はそのバンコク、シンガポール、まあ、マレーシア、まあ、韓国、まあ中、中国もね、あの、公衆経由なんで入れるんですけども、まあ、大体今皆さん大体バンコク、シンガポール、マレーシアあたりが多いと思います。で、マンダレンにも直接入ることはできるんですけれども、まあ、こちらはバンコク経由のみしかフライトが今ありません。で、出国に関しては特に、まあ、問題はないんですけども、あのー、今、 えーまあ、ドル不足というの話はありましたけど、まあ、これ、外国人もミャンマー人も同じで、やっぱり多額にドルを持ち出そうとかするとですね、チェックはされてです、ねえー、といますので、まああのえー、いわゆるこう範囲内であの持ち出すっていうのがまあ必要になっています。はいはい、あとは、えーとまあ、これ、最近の入国者数なんですけども、 えー、大体、あのこれ JCCM さんの資料を引っ張ってきましたけれどもこ、去年の5月ぐらいからです、ね、大体日本人の方は月に、まあ、1 2二三百0 0人、まあ、入国されているというような状況のようですので、まあ、以,前ほど以前よりは少なくなってますけれども、かなり日本からあのいらっしゃる、まあまあ、ビジネスがほとんどだと思いますけれども、まあまあ、戻ってきていると思います。はい、で最後ですけれども、 えまあ今後どうなんだろうみたいなところですね、私自身がその別に専門家ではなくないので、まあ、いろんなあのことをまあ言われている学者さんも含めて、ですねあ,のあとあの政府機関の方ともお話をして、まあ、こういう見方がまあ一般的だというふうなことで理解していただければと思います。 まず経済ですけども、まあ、正直今、低迷していると思います。ただ、ですね、うん、まあこのまま低迷がついて、立ち行かなくなって、もう破綻しちゃうんだろうみたいな、そういうことは多分ないだろうというふうにえ言われています。であとはですね都市部では先ほどお話し、あのご説明しましたけども、やっぱり中間層以上の方というのはもう相当増えていますので、えーとまあ、こ,のこの状態で。 なんでこんないっぱいお金持ってるのかなみたいな人の数が、まあ、正直増えています。これは、おそらく海外から、その、で働いて、送金を受けている人たちっていうのも、まあ、かなり存在しているというのもあると思うんですけれども、まあ、そういう意味での、その貧富の差っていうのは、かなり拡大してきているというふうには、まあ、ちょっと感じています。あと、政情や統治機構というですね、まあ、あの、まあ、そういう、ね、で、やっぱり、あの、 民衆,派民衆です、ね、政権をですね、帰給されている、まあ、あのミャンマー人の方にはちょっと,、えーとまあ、言いづらいんですけども、やっぱり、まあ、対立は、ね、長期化して膠着状態が続くっていうのが、まあ、一般的に言われているものだと思います。で、まあ、あのこれはあの私の知り合いの方からは、まあ、まあそういう意見だったんですけども、まあ、なるほどなと思ったんですけども、まあ、ミャンマーという国はですね、まあ まあ、第二次世界大戦、独立した以降もです、ね、やっぱりその少数武装勢力による自治区ですね、国軍が支配していない自治区というのが、まあ、ずっと存在して、まあ、そういう意味では一度も国内が統一されたことがないって言えばないんですね。だから、えーとまあ、例えば今の国軍がこう打ち負かされてしまったとしても、まあ、直ちにこう国内統一ができるのかっていう。 ことをおっしゃる専門家の方もいらっしゃいますで。あと、その過去ずっと軍事政権が続いていましたので、まあ、その歴史を見るとですね、今の最高司令官の方の年齢等を見て、まあ、彼がそのその座を譲るまではあと10年近くいるんじゃないかみたいなこともあってですね、まあ、そういう意味で、まあ、現状が長期化するというふうに、まあ、言っていらっしゃる方も多いです。あと、 まあ、国民の感情ですけど、まあ、やはりあの今の政権を皆さん受け入れてるわけじゃないんですけれども、やっぱり3年も経ってしまったので、まあ、現状を受け入れざるを得ないとい,う、まあ、という、そういうところも増えているのかなと思っています。まあ、例えばですけれども、まあ、クーデター諸君はです、ね、学校に通わせないという親が。が 多かったんですけども、今年になってですね、やはり、やっぱりさすがに子どもの教育のことを考えると、まあ、通学者合見たりとですね、うん、あとレストランもですね、えっ、ー、と、とかも、あの、2年間ぐらい、まああの、いわゆるコマーシャルタックスっていう消費税みたいなものがあるんですけども、それを取らないレストランっていうのが多かったんですけども、まあ、あの、えっ、ー、と、それが、えっ、ー、と、徴収されるようになってきてですね、まあ、やはりこう、 まあやっぱりこう現状が受、OK、け入れて、商業活動や生活をしなければいけないというふうな形を感じている方から多くなっております。あすみません、これ、ちょっと書、えー、き,かきって途中で終わりましたけれども、まあ今日はあの先ほどのようにサイレントデモが行われているんですけれども、えーまあ、去年に比べると、やはりこう、えー、とそのサイレントデモの徹底度っていうのが、まあ、ちょっとあの少なくなっているかっていう。 まあ、つまり、まあ、去年まではほとんど人がいなかったのに、今、今日はかなり、それなりに車も動いてますというような状況で、いわゆる商業活動とか生活の方を今優先する人の層も増えてきていることだと思います。はい。あと、まあ、ここもですね、やっぱりあの一番問題かと思いますけども、まああのー、教育がですね、 えとまだ正常していないといなととうことですねで、えー、とミャンマーってその高校卒業のタイミングで、えー、卒業試験で生誕試験というのが行われますと。で、でその受験者がまあ大幅に減少しているという現実もありまして、まあ、コロナ前、クーデーター前は90万人ぐらい受験して3割ぐらいの合格というのが一般的だったようなんですけども、まあ、受験者数自体がまあ22年が28万人。 今年度は16万人ですね。というふうにも減少していまして、えーとまあ、高校の卒業資格保持者も大幅に減少しているですね。で、クーデター後に大学の教員や学生が、まあ、大学に行かなくなって、大学の運営機能低下と、まあ、中退者がまあ 多くなったということがまあ問題視されているんですけれども、まあ、高校の卒業者、ですね高校卒業して大学に行く人自体も減ってしまっているというのが、まあ、あのクーデターの大きな一番の,その影響だと私は思っています。で、まあ、このような形で,製で、政変で機能不全にね、供給が正常化するまでにも10年ぐらいの期間が必要なんじゃないかと。まあこれ、このあたりも早く戻らないと。 あの将来を担うミャンマーの若い人たちの教育がえとこうおろそかにされているというのが一番心配なところだと思います。はい、あと人材ですけども、若年層の人は特にですね海外に出て働くことをすごい熱望しています。ただやっぱりこ,このようなか状況で大学卒業資格がない人材が良い条件で海外に働くというのは非常に難しいので。えーとまあ、あの まあ、海外に来たくても行けないという人も、まあ、多く存在しています。まあ、日本が人気になっているのはです、ね、やっぱり技能実習、特定技能とか、そういう受け皿があるので、えー、が多いと、なんですね。でだからあの、21年、22年にって増え、どんどん増えてますけれども、まあ、23年以降も大幅に増加するだろうというふうに予想はされています。なので、まあ、人材を供給してくれる 国としてのミャンマーの魅力は大きいんですけども、やはりこういうところを安易に選択して、まあ、トラブルになったりする人も増えているようですし、あのミャンマーにと思うのは、特にこの優秀な人がどんどん国外に行ってしまうので、まあ、あの国内の人材の空洞化っていうのが、まあ、もう現実的にまあ起こり始めていると思いますので、まあ、ここはあの非常にあミャンマーの国の中としては、すごくあの懸念されるところです。 まちょっと駆け足になってしまいましたけれども、私の、まあ、ご説明は以上となります。